土工,土工、土木工事において作業員は必要に応じて自身の職能、技能の他に異なる職種の技能を身につけたものである。多能工と専門機械工に二極化しつつある。例えば給湯器の設置修理業者はガス工事、電気工事、水道工事のそれぞれの技術と試行資格を持つ者が多い。 この隙間を埋める形で雑液として土工が存在する。建築においては、基礎工事、杭工事、溶壁工事及び建築石積み工事等で土工が専門分業化している。建築石積みとは、石垣や城壁が元になり発達した崖や斜面の保護を目的とした石積み技術。近年では、石の代わりにコンクリートブロックを使用することが多い。また溶壁は、 建築室に代わり一体となった壁で、斜面や崖を覆う壁であるが、近年では主に鉄筋コンクリートで作られる。古くは、天皇陵、戦闘、治水、開発、開拓、戦闘における工作及び不振の城壁築造技術者等が土工の職域であり、肘方と呼ばれた。インフラストラクチャーを築く上で、時代の変遷と需要により、 現在の名称へと移り変わっていった。もともと土木工事は建築業や第一次産業に従事する者が行っていたが、どの業界とも関わり合いがないため、新たな技術者集団としての土工が江戸の太平記に登場した。戦国時代から続くあの宇宙と呼ばれる築城の土木技術者集団が英家に転業、この頃から 明確に建築業と土木業の区分ができ始めた。その土木業の代表が埋め立て地の造成であり、これを行う者が土手人足と呼ばれた。この継承として土手人足方と呼称、土手方や土方に略したと考えられる。港湾、河川、海浜の護岸整備を担うとともに、江戸幕府における天下武神の根幹となった。また、肘方は飛び職とともに、 引けしの役割を担っており、飛び職の下部組織として存在した。このことからも、飛び職と、肘方は深いつながりがあった。一般に、旧人等では飛び、土工という名称で表現される。このことは、土木工事が古くは、飛び職の一部であったことの名残である。なお、土方により整備された埋め立て地は、町奉行、自社奉行どちらの管轄にも属さない。 新たな土地となり、野鳥場、野鳥場と呼ばれた。これは、まだ定の区分、一丁目、二丁目がないため、人の住まない、のに、定の区分の線を張る建築及び、野鳥墓が必要な場所との意味から来ている。この名残として地面にベンチマークをすることを、建築ではやり方、土木では、定張りと呼ぶ。この時代における埋め立て事業は重要な政策であり、 産業経済の振興業やイベントでもあった。埋め立て地ができると、最初に花見のため桜を植える。日本各地の河川で桜並木が多く見られるのは、この名残である。そして遊郭を作り、近隣では花火の打ち上げが行われた。人々が集まることで、埋め立て地が踏み固められ、地盤や堆積したものが、自らの重みにより、時間と共に堆積が圧縮され、沈下する。 自然自調沈下を促していった。そして遊郭に還元する職業や商業に従事する者が次第に移り住み、町を形成した。また、風紀上よろしくないとされた遊郭が郊外に移転することで市街地が拡張するという効果をもたらした。土手は当時の人々にとっていろいろな意味で華やかな場所となった。また、築地市場をはじめ、日本各地に残る築地という地名は、 埋め立て地を意味し、土方が築いたインフラストラクチャーである。区内省で土木工事を主に担う者が土工士と呼ばれた。現在、建設業では土工が正式名称となっており、土を動かす職業やその事業に従事する、もの全般を指す。土工事も土木工事の土工及び建築工事に関わる、事業に分けられる。これは、河川法、道路法、 宅地造成等規制法及び建築基準法等、建設する場所や施設の分類により、法律が細分化され、それに対応する形で、企業も存在するためである。しかし、それぞれ重複していたり、専業化も進んでおり、必ずしも明確な区分があるわけではない。下記の工事において、専門機械の操作資格を取得し、専門校として従事するものを指す。 職域が明確に区分されていないため、一人が複数のスキルを持つ、いわゆる多能工である。土木工事会社はこれらのものを契約社員として雇っている場合が多い。小規模な工事は、現場監督と土工という体制で行われる場合が多く、主に正社員と契約社員の組み合わせである。仕事の規模や技術力等により、会社と協議して、組というチームを作り、 一生付き合っていく場合もある。ダムやトンネル等の長期工事では、組の中でそれぞれが世襲し、親子二代にわたって同じ組のということもある。建設時に土工工事を伴う施設。または土工が必要とされる施設。技術の習得は個人差があり、国家資格を要するものも多い。建築業の事業、主に掘削床付け、地ならし、食い工事、基礎工事。 建築室務及び擁壁工事の技術を持つ職方、または建築業全般の雑務をこなす職方。建築業は土木とは逆に職種が多種多様のため、職域で不明瞭な部分が多く、雑務をこなす自由な立場の者が必要になり、それを主に飛び職の見習い、もしくは交所作業をできない者が、日雇い契約飛び業者から派遣される。ただし、飛び業から、 分離派生した業種として派遣される場合もある。食い工事及び建築質民については、専門分業化が進んでいる。木造建築において、一定規模以上のものは、法令により、鉄筋コンクリート基礎が義務付けられている。食い工事及び、コンクリート溶壁については、専門分業化が進んでいる。企業ではないが、コンクリートを流し込む作業も、 専門校と共に土工が担当する。建設業以外の土工正式には土木会社が請け負うことの多い林道、農道、水路、灌外施設及び港湾施設の小規模工事では、組合等が自前で行うことも多い。これらに継続的に従事したことで、高い技術を身につけたものも土工と言える。江戸時代に生まれた故障、土方、土方。 主として、インターネット掲示板で表記される、ドカチンとも称されるは、ドケンヤという呼び方と共に差別用語及び、放送禁止用語と扱わる。建設業者及びその従事者を指す言葉として、古くから使われてきたが、上下関係の差別を強要する傾向があるのが、理由とされている。方は、古来より、日付盗賊改め方、おのおの方及び、奥様方、等、 継承として用いられていたため、建設業に従事する者も,も誇りを持って、土方と実証している。また、土方ではなく、土方と呼称されることもある。かつては、馬方、陸運二役や、船方、水運二役等、様々な職業において、下働き、雑役及び重労働を担う職業が存在したが、昭和30年前後から、モータリゼーションや機械化に伴い、 職業としても、名称としても、ほとんど見られなくなった。しかし、事業に関わる細部についてはどうしても人の手が必要であり、これが、馬方や船方等の名称と合わせて、土方という名称に集約された。建設業、電力、鉄道または、イベント業者等の業種に対し、手配師と呼ばれるものヤクザまたはその企業者帝、エセ運浴、エセ人権団体、 在日外国人等、かつての飛び職等における顔役が、自らの組織に属する者や同胞である、不法就労者、債務者または土屋街に住む者を直接または自前のタコ部屋に住まわせ、半ば強制的に日雇い契約で土工として派遣した。これが、労働者派遣法違反と扱われ、肘型と呼称された。このように、肘型と呼ばれる人たちには、 住所と契約などの一種の身分的不安定のイメージがついている。戦前や戦後の成長期に日雇い労働者を中心とした建設業従事者に対する以下のようなイメージがかた」方という言葉を差別用語として忌避する原因となった。上記のようなイメージの連想から IT 業界で働いている者が豊富な知識、技術と比較し割に合わない。 低賃金の労働現場に使える自らを卑下して IT ドカタと呼ぶことがあるほか、生物系の大学を卒業したにもかかわらず博士、研究員を続けるまたはこれに関連した派遣業に従事しているものをピペットドカタと呼ぶことがある。その反面、大型工作機械を自由に動かしたり、緻密な計算と職人技術、純粋な成果主義と他の職業よりも高収入を得る。 可能性からメタルカラーと呼ばれバブル景気崩壊後会社勤めを嫌った若者があえて建設業界に従事するケースも多い日本の優れた建設技術を支えているのは自分たちという自信と誇りから建設業従事者の中には自ら土方または合点系と称する者も,も現れているなおブルーカラーと言われることもある土木業界で働く女性の通称として 2010年代頃から土木系女子、土木女などの名称が使われだし、土木女のような漫画のタイトルにもなったが、2014年10月に日本建設業連合会では土木女に代わり公募で選ばれた建設小町を愛称とすることを発表している。ただネーミングセンスがないとの意見も多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。